で千葉の単語出さないと、これ何とか整合性が止まらなかったら、こっちはこっちで提案、こっちはこっちで提案、こっちは赤だと、こっちは白やとか。それで知り合わせしてたから、それで焦ったわけですね。いや、それさ、高田さんね、何関係あるんですか、もう。もうええわ。で、直美先生に言ったら、そういう話もあったんやけども、先行してくれます。その後、高田さんで、ええやん。
50室だよ。ああ、さてか。富山3億5千万。45室だよ。まもなく、軽井沢です。信濃鉄道が軽井沢の次は安中春台でございます。日経オフィス大賞っていうのは毎年やっぱり毎年